今回はね、こちらになります。久しぶりに買ってきましたけども、懐かしの商用車コレクションの24番、ですね。まあ、これはねお釣りがある意味悲しいんですが、2000円で買えるんですね。で2000円で買えてお釣りが実際的には1999円税込みでですよ。でお釣りがたったの1円ですみたいなね、あの悲しいですみたいなね、1円はお釣り渡されてもね、まあ1円はいいですみたいなね、まあ感じになりますけどですね。まあお釣りは悲しいですが、これ2000円ってのは安いなと私見ています。でこれはまあ尺号まで続くらしいんですね。ですからまあ、これとあともう一つちり紙交換というのがあって、まあ、それが終わると1年が終わって次の今年に入ってからもうすぐにまた何かいくつか何台か出されてるんですが、これちょっと買い逃したりするとあっという間にまた増えるんだよ。これ月に2台ぐらいこれ出てるんですよ。で、これはまだ注目してる人、まあ、動画ではタルさんぐらいかな、タルさんとか他の人も出してるけど、まああんまり動画で出されてることこれいないんだけど、まあ値段がね43分の1となると大体値段が値段なだけに2000円ぐらいするから、やっぱりそれを買おうっていう人がやっぱり少ないんでしょうね。ですがこういったのが逆にこれは価値があると、見ています。これは普通はこれで薄い本の薄っぺらの内容で、そこがまあ唯一不満なところではあるんですが、本の内容は薄っぺらなんですが、ただまあミニカーとしてはこの出来なんですね。この出来の、ミニカーになるんです。ですからこれはまだ注目してる方が少ないんだけども、これだけの出来の良さでこれで2000円ですよ。安いと思いますよ。これで2000円だったらば、あ結構ね、これで2000円なんですか。ちょっと一見確かに最初買うときは確かに2000円ですって言われて勇気いりますよ。ね、だけども、まあ、これ後々のこと考えたらこういったものって値段がぐっと上がるんです。でこれは毎月毎月出てくるものですから、毎月出てくるともうこの手のものはもう売れ切れてしまったらもうごめんなさいと、売れ切れだったらありませんと、もうそういう手のものですね。ですがこれは高くはなってしまうだろうと私はそう思います。うん、なぜならここまで作り込みが良い出来の作り込みになってますからね。だからこういったものっていうのを甘く見てはいけないんですよ。うん、どうせこんなのいつでもあるやろうみたいな感じで思ってると、こういうの後になって買おうと思ったら、あもうそんな高くなってんのって話になっちゃいますからね。ですから、この手のもの例えば見ていきますと、ほらちょっとこれは開けることちょっと今ちょっとしないですけども、サニトラの STD ボヨ、STD ボディで酒屋のやつなんですが、ここにほら、お酒の、ね、ものだとか、他にもいろんなものをこう綺麗にこう並べてありますね。で、こういったところが、この毎度毎度車も車種も違えば、同じ車種を使ってるのもあるんですけども、荷台がこう違うんです。前も同じようなサニトラの車があったんですが、これは、前は確か前期型、これは後期型になって1984年型になるのかな、になるんですね。で、これ実際にあるのかっていうと、実際に、まあ、あるいは架空のお店もあったりするんですが、このシリーズね。これは実際にあったお店も出てくるんですね。で、これは実際に、鬼怒川温泉というところで使われていた車らしいんですね。で、鬼怒川温泉のところで、つい最近まで長い間ね、使われていたらしいんですよ。ただまあそれがちょっとしたその地元にとっても観光名物っていうふうにもなっていましてね。で地元ははじめそのちょっとした観光にもなってたんですよ。ところが、まあ残念ながら最近もうその車が引退をしてしまったらしいですね。そうするとまあ寂しいものがあります。まあ昔はこうやってね街ながらこういうタイプの車がたくさん走っていたんですが、もう今となってはもう平成を通り越し、今は令和という時代になってしまって、で令和ももう4年経ってるのかな、もうそんな時代を考えますとですね、
ね、令和の頃に生まれた赤ん坊が、ね、おぎゃおぎゃを言ってたものが今ようやく保育園に行って、ね、出来事を話すようになった、言葉で喋って、ね、自分で動くような年になった年頃ですよ、ね、そういう年頃になったんですよ、ね、当時令和で万歳なんて言われてても、ね、その時に生まれてた子供がもう保育園に行くような年になったんですよ。そうするとですね、時代がまたか、まこうやって時代がものすごい勢いで変わってるんだなっていうのは分かると思うんですが、ね、昭和なんて言ったらその 3,4 歳の子供からしたらはるか大昔の話に違うんですね。ですが、はるか大昔の車は、ね、もう昭和という時代ですらはるか大昔、昭和の後半ですらはるか大昔ですよ。でその時にね、こういったような車が活躍してて、これ長いこと製造してたんですね、実際に。これは 2代目のサニーが確か出てきてから1970年のね。でそこからずっとこのサニートラックっていうのがそれから出てたんですが、これが人気があったので、2代目以降もずっとサニー自体がもう変わってってもですね、ずっと1995年まで、1970年ぐらいから1995年まで長いことこれ製造されてたんですね。でしかも初期型のこの形のエンジンはずっとそのもう初期型のこのエンジンを積んでて、もうそのエンジンが日産の乗用車では特にもう変わって、型が変わってても、もう新しいエンジンが特に出されてもずっとその古いエンジンのまま製造してたらしいです。で1995年までずっと長きにわたって活躍していました。確かに昔々、私も子供の頃まで、まあ、ギリギリこの車が走ってるのを見たことあります。平成も、その時はもう平成に入っていましたが、平成に入っててもですね、まだギリギリね、まだこの車たくさん走ってました。うん、今はもうほとんどあまり見かけないですね。まあ、中にはほら、この前をさ、例えばスカイラインの箱スカの顔に変えて、で後ろを普通のサニトラにして、前の顔だけあの箱スカの顔に変えてるトラックなんかもね、あのちょっとした改造車みたいな感じで、カスタムカーみたいな感じで出してるのありましたけども、それも日産から確か出されてたかな、うん、でもまあ随分長いことこれもまあ販売されていましたね。でもそんなに長いこと販売されていた車ですらもう20年、1995年ですから、製造中止になった95年ですらもう25年も前の話です。ですからもう遥か昔の車になってしまいました。でもこれは実際鬼怒川温泉のところで、まあ、実際にこう使われていたようです。鬼怒川温泉の配達とかする酒屋さんとかね、まあ、実際ああいうところだと、ああいうところと契約をしているとですね、下請けとかになったりだと結構たくさん売れるらしいんですね。ああいう温泉街っていうのが、ね、あるから、ああいう旅館とかホテルとか、そうするとそういうところってほらたくさんのほら、ね、宴会とかでお酒が必要になったりするから、たくさんそのお酒が運ばれていくらしいんですね。ですからまあ一時期鬼怒川温泉って言ったらね、うん、鬼怒川温泉ホテルっていう歌があったぐらいですからね、大昔ね。でも今鬼怒川温泉ってのもね、あんなに廃墟がたくさん出てきちゃってね、あんだけ栄えてた鬼怒川温泉がね、もう2000年代ぐらいに入ってもうほとんど潰れてしまったっていうのは本当に悲しいもんですよ。鬼怒川温泉っていうとね、あの山の崖の斜面にでっけえ旅館だとかホテルがずらーっとこう立ち並んでたんですけどね、ですけども、あのほとんどがもう廃墟になって、で中にはね、持ち主がもう行方不明だというふうな状態が続いて、で持ち主が行方不明だからもう荒れ放題に荒れてると、そういう状況の廃墟化してるのがあってね、だから今鬼怒川の方としても非常に困ってるらしいんですね。でそれでまあ取り壊そうにも持ち主がどっか行方不明になっちゃったりとかですね、してなかなか取り壊しができないと。で取り壊すのもやっぱり莫大なお金がかかるっていうんでね、でそれでどうしようかなっていうふうに悩んでるらしいんですけども、まあかつてのね、そういうふうに人が栄えていた時、あんなに有名だったものが、まあ、人口が減少するとともにね、うん、そういったところがなくなっていってしまうというのは悲しいもんですね。
そのままになってるのも悲しいし、かえってさらちになるとも、さらちになってるのもまた物悲しいですしね。うん、だから、まあ、夏草やつわものどもが夢の跡じゃないですけどもね、本当にかつての勢いがあったものがなくなってしまうというのは、なんともこう悲しいもんですね。鬼怒川の近くに人たちに住んでるとってみればね、それが一大観光名所であったから、それで町が潤ってたんだけども、まあ、ある意味こう夕張に近いようなところがあってね、夕暮れを迎えてしまってるっていうのは本当に悲しいものです。ですが、まあ、そういったところでこう、ね、そういった時代背景、まあ、入って多分その長いことずっとこう所有してたんだけども、まあ、それが多分もう、ね、武士なんかももう手に入らないと思うし、まあ、武士を作るとすれば町工場のとこ行ってわざわざ武士を作ってもらうというふうにしか方法がないと思うんですね。もう廃車から武士を取ってくれって言ってももうそんな廃車自体ももう少ないでしょうからね。ですからもうそうなってくると武士をこう作って、車検とか修理とかに対応してたんじゃないかなと思うんですが、まあそういったものもとうとうね、なくなってしまって引退をしてしまったみたいです。だからそうやってね、人々の記憶の中からこういった車っていうのはね、忘れてしまう人もいれば、ずっと人々の記憶の中に残ってるんです。だから誰かが昭和の商用車というものを誰かが記憶に残してくれてる方がこうやっているから、こうやってミニカー化されるんだというふうに思うんですね。ですから当時のこの時代っていうのは今と何が違うかって言ったら、今は車を買うのはもうね、当たり前のように車を買って運転もしてるけども、こういう当時って車がないと困ってたんですね。本当に車がないと街が活気が出てこないんですよ。ですからしかも車を買うっていうのはお金持ちの人しか車を買えなくてね、一般の人たちとか、あるいはこういうお店の人たちが車を買うっていうのは、なかなかね、大変なことでもあったんです。ですが、ね、こうやって車をこう、だからこそ今の時代と違って車というのはそんな身近で手に入るもんじゃなかったから大事にしてたんですよ。まあ、これは車だけじゃなくて、昔あのガチャガチャ回すテレビなんかもそうですけどね。昔はテレビの横にあのダイヤルがあってガチャガチャって回してたんですけど、ああいうものを上にこう神棚みたいにやってたでしょ。あれなのがやっぱりあのね、家電は高いもんですからって言って、そんな名残ですよ。今はもちろんそんな薄型のテレビになったからね、そこまでする人いなくなっちゃいましたけども、昔はそういうふうなことがあってね、あったんです。本当はテレビの上に物なんか置いちゃいけないんだけども、ただまあなんていうの、そういうことをやってたんですね。だから今と違って、私はこういう働く車のいいところっていうのは、今と違ってこう大事にされてるっていう、そういうところがいいんですよね。なんていうの、しかもこう働く車がいいなと思うのは大事にされてるところですよね。まあ個人で大事にしてる方もいらっしゃるんだけど、特に働く車って毎日毎日使うもんだからね、すごい距離だって走るしね、すごい距離だって走るから、もう何百万キロなんて言っちゃうと思うんですよ。でもそれでもね、こうやって使い続けてる、大事にしてるというのがいるという人がいると。だからあえてね、私は思うんだけど、こういった一般の会社の人とか、まあ大手の会社もそうなんですが、あえて古い車を買って乗り回すと、古い車を買ってその商用車として使っていただきたいっていうふうに思うんですね。まあ86じゃないですけどね、あえて古い車を買ってね、それで仕事に使ってほしいなっていうふうに思う。今の車ってほら、みんな似たり寄ったりの顔してね、あんまり楽しみがないんですよ。で、まあ次期2030年になってしまえば電気自動車ですって、つまらない時代になっちゃいますけども、でもね、まあ今例えば旧車なんかも電気自動車に対応して、電気自動車に EV に変えられますよっていう試みなんかがあるんですね。だから古い車なんかほら2030年だったら走れなくなるから、そうするともうエンジンそのものを取っ替えてもう EV にしてしまおうと。で実際古い車、見た目はもう古い車なんだけど、中身がもうエンジンを取っ替えてるから、もう EV 電気自動車バッテリーが入ってるんですね。だからそういった車に今切り替わっていってる時代です。ですから、そうすることによって、燃費も良くなりますし、環境にももちろん良くなるしね。
まあでもあんまり燃費だとか環境ばっかり気を取られるこの時代っていうのもおかしな時代だなとは思うんですけどね。ただまあそういうふうに、なっていますだからこの手の車って非常にいいなって、そういうわけで私はこういうやつを集めてたなんかしてんですけども、あの私が他のミニカーを集めてる人と大きな違いってやっぱそこなんですよ。車が高級車だった頃ね、今でも高級車ありますけども、一般の車ですら高級だった頃ですよ。カローラとかビッツとかカローラとかね、うん、ああいう今あったりビッツですら昔は高級車だったっていう時代ですよ。そういうふうな、もうそれはビッツって名の前の車ですけどね、そういう時にすらあの大事にしていたっていう、だからそういうふうなものを受け継ぎたいなという感じで私は車を紹介しているわけですね。ですからまあこの手のね、ものというのはなかなかね良いなとこう思いましてね、こう非常にいいなという感じです。これも今にはないね、先屋のトラックです。でもこうやってね、昔走っていた当たり前のように走っていたような車がこうやって今の時代、今令和となってしまった時代ではもうだんだんもうほとんど見かけなくなってしまってるっていうのは悲しいことではあるんですけどもね。ただまあどこかでこういったものがたとえ自社が走らなくなってしまってもミニカーとして生まれ変わったとねいうふうになってきてるのも事実でしょうから、やっぱりそういったものをねこう大事にするっていうのはいいんじゃないかなと思う。だからこれからもこの商用車コレクションは105以上続くんかな、なって、でそれで様子を見てから、その105号になってから今度どうしますかって話になるんでしょうね。だからそしたらもし商用車コレクション2みたいなのを作ってほしいなとか思うけどもね。ただ105号これ続くからね、そんなに商店街で活躍する車でそんなに 100店舗もあんのかなみたいなね、毎度毎度これを考える方たちも大変だと思うんですけどね。だって一月に2台出すんですから、一月に2台出すってことは一月に必ずなんか2台を何かその度その度の商店街で活躍する、あるいはお店で活躍する車をその度その度荷物を新しい、その度その度に荷物を変えなきゃ、変えるわけでしょ、作るわけでしょ。だからまあそういうところがまた面白い。だからそういうところに こだわってるからいいんですよこれはね。しかも尺号何回見てる、尺号続くからねこれ、1年続いたんですよ、もう懐かしの昭和コレクション。でも1年続いてまだ30番台入ったかな。ですからまだまだ70台ぐらいかな、うん、まだまだ70台ぐらいありますからね。これをこのペースでいくと多分30台、あの尺台って言うと 4,5 年後の世界だろうね4年か5年経ったら全部揃いましたって時代だろうね。ただそこまでになるのはかなり大変かなと思いますけどね。ただまあこれは多分後々上がってくるだろうと思います、うん、こういったものってもう一度出てしまうとね、もう二度と手に入らなくなるから、うん、この手のものはよっぽど人気があって復活させてくれっていうもの限りなかなか復活は出てこないんです。まあ確かに前にミゼットの方はね、あの後に復活ということで復活したものが出てきましたけども、基本的にはまあこれは復活するということはこの商用車コレクションが復活っていうか復活じゃない復刻として出てくるってことはないと思うので、この手のものは非常に人気が高くなってくるだろうということです。でもこれで2000円ってのは安いですよ。これでこの作り込みの良さでこれで2000円ってのはこんな安いもないですよ、うん、ね、もう本なんか別にいらなくたってこれだけで2000円ぐらいの価値がついたってもうあの十分だと思います。でそれにこうやってあの本がついてるわけだからね、薄っぺらいけどね、うん、だから本はちょっとおまけみたいなもんですよ。実を言うと本屋に置いてあるけど本はおまけでミニカーが本命ですみたいなもんですよ。で、そしてこの荷台に乗ってるものね、これは大人向けなんですね。ミニカーってのはもともとはその子供向けじゃなくて、日本の場合はなんか子供向けだろって思う人多いんだけど、
実はミニカーって大人向けなんですよ、ね、うん、海外とかでは遊んだりすることもあ あるければ遊んだ後はちゃんと綺麗に飾ってるんですよ。だから大事に遊んでるの。ところが日本の場合は子供が遊ぶもんでしょっつってすごい距離遊んだかと思うとね、もう塗装がボロボロとかすごい状態になるでしょ。でその状態でポイって捨てちゃうわけじゃん。でもアメリカの場合、海外の場合は違うんです。海外の場合は遊んだ後はちゃんとに飾るんですよ、うん、綺麗にしかも飾るんですよ。だからそういうところが日本と海外との大きな違いなんです。ですからまあそういったところでまあどうしたらいいかということでこの会社が良いことを考えてくれまして、商用着陸所を作ったらミニカーを飾ってもらえるんじゃないかというふうに考えたんでしょうね。でこういうふうにして、だからあえて子供向けじゃなくて大人向けですと。だから確かに子供、特にちっちゃかい子供ですね、小学校低学年とか保育園ぐらいの子供だとこういう荷物に何か乗ってると、あ面白いっつってこれをあの無理やり取ろうとするような子が必ず出てくるから、こういったものはあの無理やり取ろうとしないでくださいね、うん、これは大人向けなのでちっちゃい子供には与えないでください、ね、あのちっちゃい子供が持つには贅沢すぎますから、うん、これはこういったものはある意味こういったねミニカーでもこうやって中に何か荷物があったりするのはあるけど、あれは子供にとってはすごい贅沢なことですから、ですからそういったものは、大事にしてくださいね。ですからこういったものを、まあ、子供に見せないようにって言ったら無理がありますから、子供に見せたとしてもですよ、あのこういったのってミラーが取れやすかったりとかね、そういうこともあるので、まあ、そういったところを注意していただきつつ、ですね、気をつけて、子供が見させるためにはもう 親とかあるいは兄ちゃん姉ちゃんがちゃんと管理をして、その上で子供に見せてあげる。で子供がそれを壊そうとしたらダメだよと叱ってくださいね、うん、でそれで何て言うのかな、大事にこうしまうと。で子供がやたら開けられないように鍵をつけて、カチャッて鍵つけて、で鍵付きでしまうと、その方がいいでしょうね。ちっちゃい子供だったら鍵の開け方は分かんないだろうからね、鍵を開けるってことできないから、うん、だから、そういうふうに保管するのがいいんじゃないかなと思いますね。そうすると子供に貸すればとんでもないこと聞くなと思うかもしれないけどもね、でもその子だって大人になれば分かるんです。大人になるっていうか、まあ小学校高学年ぐらいになれば分かりますよ。あのミニカーを大事にするってこういうものの大事さっていうのがどんだけ貴重で大事なものかっていうのは、だいたい小学校高学年ぐらいになればだいたい分かってくるかなと思います。ですからまあこういったものはすごく希少品で、なかなか今では手に入らないものになっちゃいますね。というわけでどうもありがとうございました。